スパイク・シェルトン・ジャクソン・リーは、アメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー。アフリカ系アメリカ人が社会で直面する、差別構造や偏見を、正面から取り上げる作品で知られ、そのうち、ドゥ・ザ・ライト・シングなど4作品が、アメリカ議会図書館において、国立フィルム登録簿に、永久登録されている。現在ニューヨーク大学映画学科の教授として、 映画制作を指導しているほか、母校であるモアハウス大学でも時折教壇に立っている。彼が設立した映画制作会社40エーカーアミュール、フィルムワークスは1983年以来35本の映画を公開している。ジョージア州アトランタでジャズミュージシャンである父ウィリアム・ジェームス・エドワーズ・リー3世、通称ビル・リーと教師であると同時に、 作家でもある母ジャクリーン・シェルトンの間に生まれた。幼い頃に家族でニューヨークのブルックリンに転居している。ブルックリンのフォートグリーン地区は彼が設立した映画制作会社である40エーカーアミュール、フィルムワークスが運営されている場所で、他にリー自身が所有するビジネス、リーに関連するビジネスの多くも同地区を本拠地にしている。リーは 幼少期に母親に、スパイクというあだ名をつけられた。ブルックリンのジョン・デウェイ高校に通った後、最初の作品、ラスト、ハッスル・イン・ブルックリンを制作した頃には、アトランタのモアハウス大学で学んでいた。彼は、クラーク・アトランタ大学でも、映画のコースを取り、モアハウス・カレッジで、マスコミ学士の学位を取得した。その後ニューヨークに戻り、 ニューヨーク大学のティッチスクール・オブ・アートに入学し、1982年にファインアーツの修士を得て終了している。彼が大学院修了課題のために制作した映画は、ジョーズ・バーバーショップで、学生が制作した映画として初めて、リンカーンセンターでのニューディレクターニューフィルムフェスティバルに出品された。この映画は、全米の大学生、 大学院生を対象にした学生アカデミー賞でも大賞を受賞している。1985年、スパイクリーは初めての商業映画に挑戦した。シーズ・ガッタ・ハブ・イットは予算16万ドルで制作され、公開期間はわずかに2週間という悪条件にもかかわらず、翌1986年に公開された時には700万ドルを超える興業成績を残し、 スパイクリーの才能のほどを世間に知らしめた。2010年代に、ネットフリックスの新シリーズとしてリメイクもされることになる。また、本作の成功により、スポーツシューズメーカーナイキのマーケティング部門から、ナイキの CM 撮影の依頼が入り、CM 監督としての新たなキャリアにつながっていく。内容は、シーズ・ガッタ・ハブ・イットに登場するマイケル・ジョーダン卿の、キャラクター。 マーズ・ブラックモンが、エア・ジョーダンの CM で、ジョーダン本人と共演するというものだった。その後、リーは、自身の制作会社の広告制作部門で、コンバース、ジャガー、タコベル、ペンジェリーズの CM を制作した。1989年に、ドゥ・ザ・ライト・シングを発表し、黒人監督としての地位を確立させる。本作では、人種間の関係や、 都市部の犯罪と貧困を描いており、黒人だけではなく、アジア人やイタリア系にも、焦点を当てて、怒りをぶつけた演出は、これまでとは異なる、人種差別を描いた映画として激賞され、アカデミー脚本賞にノミネートされるものの、肝心のアカデミー作品賞には、ノミネートされず、議論を巻き起こした。1991年には異なる人種のカップルを、描いた、 ジャングルフィーバーを発表し、出演者の一人であるサミュエル・エル・ジャクソンがカンヌ国際映画祭にて演技を激賞され、特別に設置された助演賞を受賞した。また、本作ではスティービー・ワンダーが音楽を担当した。1993年、自身の作品群の中で最も問題作と呼ばれているマルコム・ x を発表。 本作では過激的な黒人解放運動家として知られているマルコム X を取り上げたが、公開前年には人種差別に対する抗議であるロス暴動があったことも想像し、公開直後から批評家の間では人種間の緊張を煽るだけという意見もあり、評価は割れたものの、そういった議論が話題となり大ヒットを記録。映画監督のマーティン・スコッセッシュと、 厳しい論評で知られているロジャー・イーバートからは、1990年代に作られた映画のうち最も素晴らしい作品10本に入ると評された。また、主演を務めたデンゼル・ワシントンは、その危機迫る演技をキャリアベストと高く評価され、ベルリン国際映画祭では、男優賞を受賞し、アカデミー主演男優賞にもノミネートされた。しかし、作品自体には、 何のノミネートもなかったため、再びドゥ、t ザライトシングの時と同様に議論が巻き起こることとなった。1997年、ドキュメンタリー映画、4リトルガールズでは、アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。21世紀に入ってから、しばらくの間は、賞レースから離れていたが、2015年に第7回。 ガバナーズ賞、アカデミー賞名誉賞を受賞。しかし、口述の理由の通り、アカデミー賞を受賞式には出席しない意向を示した。2018年、実話をもとに制作した、刑事ドラマ、ブラック・クランズマンを発表。第71回カンヌ国際映画祭にてグランプリを、第91回アカデミー賞では、脚色賞を受賞し、自身にとって、 初となるカンヌの主要賞受賞とオスカー競争部門受賞となった。2021年には第74回カンヌ国際映画祭で審査委員長を務めることとなった。スパイクリーは今までどんな論争にさらされようとも人種間の関係について語ることを恐れたことはない。1992年自身が制作した映画マルコム X を見るために学校を抜け出したとして、 救断されていた数名の黒人生徒を擁護した。その10年後にはミシシッピ州上院議員で右派のトレント・ロットが1948年にストロム・サーモンドが大統領候補者に当選していればよかったと語った事件が紙面を騒がせた後、リーは ABC テレビの看板番組グッドモーニングアメリカでロットが 正真正銘の KKK メンバーであると非難した。スパイクリーは1995年公開の映画、ニュージャージードライブでエグゼクティブプロデューサーを務めた。この映画では、ニュージャージー州に住むアフリカ系アメリカ人の自動車窃盗について描いている。当時、同州ニューアークでは、全米で最も多く自動車泥棒が発生しており、当時のニューアーク市長シャープ・ジェームスは、 ニューアーク市内でこの映画の撮影を許可しなかった。数年後の2002年、スパイクリーは、ニューアーク市市長選で、ジェームスの敵対候補者コリー、ブーカーの支持を表明した。1999年5月、カンヌ国際映画祭で、スパイクリー初の被告人映画、サマー・オブ・サムが公開され、リーは、コロンバイン高校縦乱射事件について、 ハリウッドが受けている非難について質問された。リーは映画とテレビが問題だとは思わないと答えた。映画とテレビが青少年に与える影響についてインタビューされたリーは、米国の銃の問題が解決していないことについて語り、例として全米ライフル協会の名を挙げた。リーはこの件について詳しく語っている。彼らが じゃあ、チャールトン・ヘストンについてはどうなんだって聞いたから、奴を撃て。と言ったのさ。でもすぐに笑いながら、冗談だよって言ったんだよ。暴力が暴力を呼ぶことに対する単なる皮肉な、ジョークだったのさ。メジャーなマスコミに以前から誤った解釈をされてきた。ため、リーはさらに続けて、周りに集まったリポーターたちに冗談を言った。明日の朝は起きたくないな。 長官の一面には、俺が、どれほど、チャールストン・ヘストンを撃ってやりたいと思っているかって、書かれるだろうからさ、皮肉なことに、それは、現実のものになった。保守派の擁護者であるルパート・マードックが所有している、有力紙、ニューヨーク・ポストは、状況説明を省いてまるでリーが実際に言え、ストンの死を望んでいるかのように書いた。この話は、アメリカ議会にまで届き、 共和党の代表ディックアーメイは、リーは教育現場における暴力問題についてより多くの暴力とより強い、憎しみ以外に何も提供するものがないと非難する声明を出した。リーが何度もメディアに出たり新聞社に話して訂正をしたにもかかわらず、実際の引用よりも誤った引用の方が広く知られたままになっている。さらに最近では、リーは2005年に、 アメリカ中西部を襲ったハリケーンカトリーナ災害に対する連邦政府の対応について意見を述べている。CNN のニュースキャスターが連邦政府はハリケーンカトリーナの災害で苦境にある黒人を見捨てたと思うかと尋ねるとリーはありえない話というわけでもない。俺はアメリカ政府を信用していないから彼らが黒人全員をニューオーリンズから移動させようと しているとしてもありえない話じゃないと思うと答えている。この後、スパイクリーは、ハリケーンカトリーナの災害を主題にしたドキュメンタリー、ウェンザリー・ブス・ブロークを監督している。また2006年に公開されたクリント・イーストウッドの映画、父親たちの正常期、硫黄島からの手紙について、黒人俳優が出演していないことを理由に、イーストウッドを人種差別主義者と決めつけ、 イーストウッドがそれに反論したことから両者とも激しい、絶戦を繰り広げたが、スティーブン・スピルバーグが、両者の仲介を引き受ける形で間に立ち和解した、と、スパイクリーは、最新作、セントアンナの奇跡が公開された後のインタビューで、答えていると同時に、絶戦を公開した、とも語っている。 現在では両者とも良好な関係を維持している。エアジョーダンをめぐって、暴力事件が、インナーシティで多発する事態になると、スパイクリーは批判の矢面に立たされることになる。リーは、責められるべきは、アパレルメーカー側でなく、インナーシティの若者がスニーカーと、ジャケットと、金細工のアクセサリーくらいにしか価値を見出せない、状況こそが改善されなければならないのだと。 反論している。2015年にはアカデミー賞名誉賞を受賞したが、俳優部門候補者が2年連続で白人のみとなったことを理由として、2016年2月に開催されるアカデミー賞受賞式には出席しない意向を表明。アカデミー賞を狙えるような役柄に、マイノリティの役者が配役されないのは、映画会社の責任と非難した。 スパイクリーは1993年10月3日、ハーレムのリバーサイド協会で弁護士のトーニャルイスと結婚。彼女とは1992年9月の黒人政党支部会の年次総会があった週末、ワシントン DC で出会った。二人は支部の晩餐会に出席しており、彼女は妹のトレーシーと出席していた。彼女はサラ・ローレンスから バージニア大学の法学部を卒業していた。スパイクは、著書、スパイクリーのバスケットボールダイアリーの中で、彼女のハッとするような、美しさに思わずのけぞったと語っている。二人の結婚式には、数百人の招待客が詰めかけ、親友のデンゼル・ワシントンは、もちろん、NBA 選手のパトリック・ユーイングなど、信仰の深い著名な人物が多く出席し、 スティービー・ワンダーが二人を祝福して歌った。1994年12月2日に第一子である女の子サッチェル。1997年には息子のジャクソンを授かった。自身とバスケットボールについて何冊も本を出版しているほどのバスケ好きで、特に NBA のニューヨーク・ニックスの熱狂的ファンとして有名である。ニックスの試合は、 いつも最前列で観戦し、相手チームの選手にヤジを飛ばすことも多い。1994年のイースタンカンファレンスファイナルの第5試合でインディアナ・ペーサーズに93対86でニックスが負けた時、リーはペーサーズのレジー・ミラーに対して第4クォーターの間中馬頭長老を繰り返し、それに応酬する形でミラーが 次々とシュートして25点も加算したため、翌日のニューヨークデイリーニュース紙の一面には、皮肉たっぷりに、どうも、ありがとう、スパイクと書かれていた、ということもあった。また、1994年のイースタンカンファレンス、セミファイナルの第6試合では、シカゴブルーズのスコッティ・ピッペンが、パトリック・ユーイングの上からダンクを叩きつけて倒れた。 ユーイングをまたいだプレーに対してリーがコートサイド席から立ち上がって抗議したサイピッペンからシットダウンと返された一連の場面は NBA の歴史上の名場面の一つとなっている。ありがとうございます。